お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM スポーツトレーニングカードインフィニティ2023の開封動画でございます。私がね、もう待ちに待った、すっごく楽しみにしてた、ね、一箱でございます。こちらはワンボックス18パック入りで、ワンパック6枚入りでございますので、前編後編9パックずつやっていきたいと思います。なおね、最初プレミアでね、配信しようとも考えてたんですけどね、やっぱりね、動画で上げたいなと思いまして、今回は動画で上げたいと思います。楽しみにしてた方ね、申し訳ございません。ではね、前編の9パックやっていきたいと思います。まずは前編の9パックでございます。まずは前編の1パック、ごめんなさい、前編の1パック目でございます。で、これはソフトボールの、ごめんなさい、女子プロ野球の加藤優選手でございます。で、広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。東京ヤクルトスワローズの塩見康隆外野手でございます。で、スターライトですね、元北海道日本ハムファイターズのダルビッシュ有投手でございます。で、柔道の古賀俊彦選手でございます。キラカードでございます。で、スピードボード、これスケートボードの中山風奈選手でございます。2袋目でございます。フェンシングの江村美咲選手でございます。プロレスラーですね、フワちゃんでございます。で、東京ヤクルトスワローズの中村悠平捕手でございます。で、空手の植草歩美選手でございます。キラでございます。バドミントンの松山奈美選手でございます。で、柔道の阿部詩選手でございます。3袋目でございます。柔道、ごめんなさい、ボクシングの重岡雄大選手でございます。テニスの加藤美優選手でございます。で、広島の山本浩二選手でございます。外野手でございます。で、バドミントンの町田瑠唯選手でございます。キラカードでございます。で、レスリングの吉田沙保里選手でございます。で、スケートボードの中山風奈選手でございます。4袋目でございます。これ卓球の伊藤美誠選手でございます。で、プロ野球独立リーグの高岸宏行投手でございます。で、スターライトですね、競泳の松本克央選手でございます。で、この競技カルタですね、久米原啓太郎選手でございます。キラでございます。で、バドミントンの山口茜選手でございます。で、柔道の斉藤
タツル選手でございます。斉藤仁志選手のね、あの息子さんでございます。5袋目でございます。このスポーツクライミングの楢崎智亜選手でございます。で、競泳の松本勝弘選手でございます。で、阪神のこれは鳥谷敬内野手でございまして、久しぶりのね直筆サインカードでございまして、卓球ですね、これね、早田美馬選手の直筆サインカードでございます。で、こちらがなんとですね30分の30、ラストナンバーでございます。で、早田美馬選手の直筆サインカードゲットでございます。しかも縦版でございます。はい、続けていきたいと思います。サーフィンの松田志乃選手でございます。で、柔道の阿部一二三選手でございます。6袋目でございます。これは BMX ですね、あの自転車の競技ですね、中村リム選手でございます。で、ボクシングの井上尚弥選手でございます。これはプロ野球の牧秀悟内野手でございます。今回はね、この侍ジャパンバージョンでございます。で、江村美咲選手フェンシングのこれはキラでございます。ラグビーの増島幸太郎選手でございます。で、バドミントンの志田千春選手でございます。はい、現在ね6袋開封しました。で、7袋目でございます。競馬の今村聖奈、ジョッキーでございます。で、侍ジャパンですね、宮城大也投手のカードでございます。で、スターライトですね、フワちゃんでございます。で、宮城大也投手侍ジャパンのねでございます。で、キラーでございます。で、スピードスケートの高木菜選手でございます。で、スキージャンプの小林陽龍選手でございます。8袋目でございます。この陸上競技ですね、北口榛花選手でございます。バスケットの平下愛佳選手でございます。ちょっと映像がねちょっとぼやけてるところがありました、大変失礼いたしました。で、東京ヤクルトスワローズの青木宣親外野手のカードでございます。で、ボディービルの横川直隆選手のこれはキラでございます。で、バレーボールの木村沙織選手でございます。で、スピードスケートの高木菜選手でございます。はい、ラストの9袋目でございます。で、プロレスですね、岡田和親選手でございます。で、卓球の水谷隼選手でございます。過去にもねこれ直筆サインカードをね持っております。で、宇田川優希投手、これ今回ダブル、侍ジャパンバージョンでございます。同じく侍ジャパンの栗林良治投手でございます。で、大橋瑠衣選手のこれキラでございます。で、最後は体操の足川うらら選手でございます。はい、以上で、
BBM スポーツトレーニングカード、インフィニティ2023の開封動画前編の9パック終わりたいと思います。やっぱりねこちらでございましょうね。久しぶりの女性の直筆カード、早田ひな選手でございます。でこの調子でね、あの後編の9パックも、開けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ひょっとしたらね、あのたまにですけどね、直筆サインカードが2枚入ってる場合もございますので、期待を持って開封したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。